たぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回はエアーを攻略して奇襲入りをしようとして失敗したところまで。勢いで行こうと思ったけど、現在第2位の勢力に準備なしで攻めるのは少し無理があったよ。遊園軍が攻守を固めてたのもあったしな。あとは山道で移動がしづらいのも厄介なんだよ。足並み揃えなきゃならないのに、山道で大渋滞しちゃったからな。そこあたりを今回は修正しつつ攻守からの駅周攻略をしていきたいと思っているよ。ちなみに北の情勢は、劉備軍は弱体化して、静かになるはず。呂布軍もまだまだといったところかな。曹操軍は少し伸び始めてる。このまま曹操軍が伸びるといい感じになるかな。厄介な存在にならなきゃいいけど。戦線が伸びるのは少し厄介だから。うまく戦線を整理しつつ攻めたいところだな。弱体化した劉備軍を長州軍が攻めてる。これはこれで面白い展開だね。ただ、敬遠に迎撃されて壊滅しそうだけど。長州軍に劉備軍の相手は厳しいかな。どんどん攻めてほしいけど。そうなると、長州軍が滅びる可能性があるよ。今ももう達が縁を攻めてるからな。中原は未だにあれ模様。ほんと激しくやり合っているのに動きがないんだよね。呂布軍が抑えてもおかしくない状況になりつつあるのにな。おや、平原の様子が。これは呂布軍が攻略する。迎撃しなければこのまま落ちる可能性はあるお。それと、迫っている延期軍も気になるところで。何ピーチ都市なのになかなかの兵数を動員しているね。まだまだ過酷情勢は安定せずか。曹操軍の援軍が駆けつけてきたけど、間に合わず呂布軍が制圧。これは面白くなってきたね。延家が勢いを取り戻すチャンスかも。過酷情勢を見ていたいけど。うちはうちで第二次甲州攻略戦を開始しているよ。今回はきちんと体制を整えつつ攻める作戦で。10人くらいまとめて返したいところ。問題は誘引だな。奉仕なのがね。うまく受け止められるか。支援体制も万全だから。冷静に。先方もどんどんかましていけ。この両毛が軍略、刮目してみよ。これは問題なく撃退できそうな予感。となると、一騎打ちに期待したいところだけど。仕掛けないな。誰が火をつけた変わらないけど邪魔くさい。こんなところで火付けは勘弁だよ。消えたから後続を撃破していけ。はいはい、いくらでも返してあげますよ。オフハイでやり取りしてもいいんだけど。お金届いたらフォロー返すシステムでな。この状況は見通していました。どうせ値上げ交渉には応じてくれないんだし。死者が面会を望んでいます。早い返還要請だな。今はお断りだよ。また出てこられたら厄介だからな。残りは超人と玄関だけ。馬中もいたか。捕獲をすれば攻守攻略が楽になるはず。テイフは毎回やられ役になりつつあるな。捕獲も毎回な気がするよ。おじいちゃんは逃げ足遅いのかな。超人撃破して。玄関も撃破で迎撃部隊は殲滅完了。攻守にはまだ3万以上いるから迎撃はありそうだけど。もう川名で炎上しつつ。県内から来た援軍を迎撃していくよ。燃えてるのが嫌だな。なんとか耐えつつ撃退したいところだよ。孫権がやられた。周囲も。てか、甲州からも出陣してるじゃん。この迎撃部隊を撃破できれば甲州攻略は見えてくるわけだね。死者がお待ちです。もっと金よこせ。物資はいくらあっても困らないから。虎がなぜ強いか。教えてくれん。いい感じに迎撃できているような気がするけど。虎の娘の力、その身で味わえ。地味に孫昌公も頑張ってる。範囲だから密集してるとなかなかのダメージを出すね。なんとこのような孫儀が壊滅。
これだけ激しいのに一騎打ちはないの。そういえばそうだな。許さん。チャンスはあると思うんだけど。守りきる。普通に戦ってるな。冷静に。一騎打ちとかない作品だったかな。そう思うくらい静かに戦ってる。なんだと。さて、攻守攻略準備に取り掛かろうか。ようやく攻守を攻めれる。地味に撃退が大変だったよ。始まってしまえばすぐだと思うけど。孫権としては投石台を破壊しに行ってる。この後が面倒だからね。もうじき解放されたのに。形態変化を待たずに攻守攻略。孫後の総力を上げればこんなものだよ。きちんと準備した結果とも言えるな。救援が嫌がった。次は捕まらないでほしいよ。初弾力が高まるからな。捕虜は10人いるけど。身の代金目的で捕虜にするよ。県内からの援軍は引き上げていった。公衆周りの建設物を破壊しつつ、物資の集積を待とうか。さすがにすぐには動けないもんな。輸送にも一苦労だから。多少物資は奪えたけど、輸送しないと無理だもんな。結局平原は早々軍の元に戻ってた。何がどうなって取り返したかがわからないけど。普通にやっただけだとは思うけどな。捕虜の返還だけはきちんと来るな。これで中原か北上勢はまだまだこのままになりそうだね。曹操軍が伸びる展開かなと思ってたけどな。で、相変わらずうちに攻めてくる劉備軍。北に行こうとか思わないのかな。それ以上に問題なのが賃貸の個性。せっかく作った猛化罠がどんどん破壊されているよ。一応調費はかかってくれたけど。肝心帝も。建設が無駄にならなくてよかったよ。ただ、防衛と思うと少し厳しいかもな。うまく迎撃していければいいけど。問題は調子と関与だな。ここでガサイが仕掛けられた。え、仕掛けられたの。武力一差か。これはどうなるかわからないね。いざ尋常に勝負です。震えてないで出てこい。草原撃ち合っていく。いやいや、連続は乗り換えてないよね。初手で決まったな。迎撃がうまくいけば文句ないよ。人体撃破し捕獲はないか。すでに対象だから捕まえられればなんだけど。これで残りは関羽と張飛だけだな。ヨハンがやられ捕まる。脅威も孫策もやばいかな。さらに捕まる。少ない人数でやっているのは捕獲はマジで勘弁なんだけど。効果の防衛がかなり危険な状態になったな。送り込める武将は送ったけど当然すぐには着かないよ。なんだと。バカな。周囲も捕まったし、もう何でもありな状態だよ。効果の防衛は考え直さなきゃな。このままだと駅周平定に本腰が入れられないよ。引き上げたか。異民族がごとく雇用取って帰っていったという感じかな。嫌がらせに深夜を荒らしに行ったら結構な迎撃を受けた。退却するから勘弁して。許してもらえないみたい。これはおじいちゃん、ここぞとばかりに暴れてくれやがって。うちの主力がいるときに暴れてくれればいいのに。弓の空中とはわしのこと。我こそはと思う者はおらぬか。なんとか一撃は回避。何
なんとか粘った方。馬から落とされなかっただけよしと思わなきゃないかな。とにかく逃げろ。捕虜が初の捕虜返還を求めなきゃないかな。足元見られるからすごく嫌なんだけど。曹操軍が受難を攻めているけど、これは負傷兵配達になりそうな予感が。迷惑な話だな。捕虜返還交渉はどうなるかな。値上げされた。初期金額は1万7000ほどだったのに。受け入れなきゃない厳しさよ。本当理不尽だよね。効果は多少落ち着きそうなので、駅州での活動を開始する。すでに生徒南部で小競り合いが発生してるけど。そこへ主力を動員して生徒の兵を削ろうという計画で。で、間違えて孫権を全力遂行で出しちゃったんだけど。集隊が捕まる。遂行が奉仕に追いつかれる厳しさよ。捕虜は返してやろう。劉備軍に取られた分を少しでも取り返さないと。建設物破壊部隊は壊滅か。捕虜からの機関組が甲州にいるから、その部隊で県内からの攻撃は迎撃していくよ。問題なく撃退できるでしょう。超人が追いかけてきてる。撃退できれば生徒攻略に弾みがつくよ。頑張らねば。無理に攻撃を仕掛けずに体勢を整えていくよ。そうしないと無駄に兵を失うからな。この状況は見通していました。とか言いながらすでに乱戦模様なのが。平地なら陣勢も組みやすいんだけど。一応は戦えて入るけど、あまりいい状況ではないよ。オレンジが戦ってる。間違えて前に出しすぎたようだよ。さらに捕まるし。大事な応援要員が。勝ちやすきに勝つが我が兵法。安定の火付け要員だな。こちらにプラスになってるといいんだけど。とここで郊外おじいちゃんが。今のところ負け続けだから、ここで流れを変えてほしいよ。うん、間違いない。怪我してる。鉄弁でぶちのめしてくれ。結果は見えているぞ。当然の一撃。こういうのを毎回お願いしたいよ。さらに捕まえた。郊外おじいちゃんには確実に帰還してもらわないと。昇覇王が無理。天下に轟かせん。燃えなかった。神かけ以外が選択されたようだね。燃えてたら大変だったからよかった。このまま殲滅できそうかな。生徒側は超人以外工場兵器だから追撃戦に移行できそう。少しでも兵を減らしたいから頑張ってほしいよ。やっぱり奉仕は脆いな。兵数が少ないと余計にね。力を示す。綺麗も地味に頑張ってます。霊峰あたり一騎打ちに期待できないかな。と思ったら、仕掛けられた。え、霊峰はそんなに武力高いの？同じだ。感触補正があるとはいえ、綺麗と互角とは。やるしかない。どっちが上か、教えてやる。打ち合っていき。勝った。さすが綺麗。白日さんの無念は晴らせたかな。そういえば今どこにいるんだろうね。お亡くなりになってる可能性も否定できない。あとは霊峰を捕まえれば。虎の娘の力、その身で味わえ。いい戦力強化になるんだけど、効果をもう少し固めたいから。霊峰撃破なしか。次に期待だね。相も変わらず攻めてきやがる。縁でも、常用でも攻めれば確実に落とせるはずなのに。どうしても効果が欲しいのかもな。迷惑すぎるよ。と思ったら引き上げ始めた。なんで？
兵を大量に輸送したからかな。それで落とせないと判断した。なら兵を大量に詰め込んでおくんだけど。劉備軍が帰ったので、征討攻略していく。すでに迎撃されてる上に小粒なのを出してきたね。セイラン狙いかな。セイランはあくまで連れてきてるレベルなんだけど。なくても力技で落とせるからな。どうなってるかはわからん。迎撃してきた。使者が到着しました。褒美は解散。強力と強人は撃破。これで生徒攻めに集中できるよ。さっさと落とせ。またもや形態変化を待たずに生徒攻略。当然かもだけど、劉備軍より弱いからかなり助かっているよ。武将数自体も少ないし。すまぬ。あとは捕虜にしてお金をもらおうか。身代金は孫後の収入の一部だからな。県内からまた攻めてきた。言い忘れてたけど、甲州攻めの段階で県内には10万超えの兵がいてね。かなりいたんだな。そのせいでどんどんと南から攻めてきているんだよ。もしかして、これを殲滅すると県内攻略は、めちゃくちゃ楽になるはずだよ。なんとしても殲滅しないとな。南部平定を楽にするためにね。キレイさんのテンションが上がってるな。さっきの一騎打ち以降やる気が出てるのかも。それはいいことだから、どんどん一騎打ちを仕掛けていけ。仕掛ける雰囲気はないかな。許さん。どちらかというと文官が多いからな。こっちから仕掛けていけばといったところかな。おまけで攻めてた面築石を攻略。生徒を安全にしておかないとね。何もないままぬるっと迎撃は続き、ガサイが寝返りやがった。あいつは次会ったら討ち取ってやる。あとは押し進んでいけば終わるかな。ヨハンが燃やしたのが邪魔だけど、嫌な置き土産をしていきやがったな。こんなはずでは。霊峰捕まえた。これはワンチャンあるかな。さあ、あとは工場兵器どもを殲滅するだけ。ソンガが仕掛けた。紹介はそこまで高くないはずだけど。これはお互い怪我してるな。どうしてそんな状態で仕掛けたんだか。差が19もあるから勝てると踏んだのかもな。それはあるかもね。相手をしてやろう。一撃はなし。何やってんの。成長にも程があるでしょ。これはひどい一騎打ちランキング上位に入るな。紹介を対象にできてたら大きかったのに。あとは殲滅してだな。紹介撃破。捕虜にもならなかったからいいか。優秀なのは全員対象にしておきたいけどな。というわけで、駅州と慶州で激しく戦ったところで今回がここまで。ご視聴ありがとうございました。